いやー、来やがったな。喉は相変わらずガサガサで申し訳ないんだけども、来やがったな。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。だー、そして昔の挨拶がこれ。こんにちは、こんばんは、おはようございます、はい。そんなわけで、ギコちゃんです。来やがったよ、みんな。見てくれ、もうマルタ、マルス、ブルメリア。マルタとマルスはなんかあれな、名前似てるけど、なんかかぶせてきたわざと。まあそれはいいとして、やりやがったね、マルタですよ。ギコちゃん所持ラック数見てほしいんだけども、マルタ10なんだよ。何が言いたかっていうと、2体しか持ってないんだよ。これさ、せめて艦隊分は欲しいし、もしも、この確率が 12% 以上の、これは何パー、あ、 0.9% か、出てるってことなんで、下手すると30万から50万ぐらいでマルタは運極になるんですよ。でもお正月のガチャとかも加味すると結局運極になるだろうから、今ここで急いで引いておく必要はないとはぶっちゃけ思ってる。でもみんな気をつけろ、新春超重心祭は割とぶっ壊れが毎年出るから、うん。マルタに関しては予想外のぶっ壊れだったけども、新春超重心祭は大体結構壊れたキャラが出る、うん。エクスカリバーとかもさ、もうほんといまだに強えじゃん。なので今ここでマルタを引くぐらいだったら、一応俺の中ではクリスマスもスルーして新春超重心祭までオーブを温存しておくことをおすすめします。でもギコちゃんはオーブは無限に湧いてくるので、この中からね、この中から無限に湧いてくるので、なんかよくわかんないんだけど湧いてくるんで、うん、5バスで引いていこうと思う。頼むマルタ、1000個用意したから。オーブ欲しいのは2体、うん、艦隊分用意したいところ。ただペルセウスとのセットで進化を発揮するとこだから、下手するとあと1体でいいのかもしんない。うん、 0.9% だよ、約 1% だよ。100回に1回は出るってことだから、うん、数字上の話だけで言うとね。ずっと求めてたんだ、来い。でも星玉でしょ、分かってる。確定でもいいんだよ、確定でも多分あの3体のうちのどれかだと思うから。確定来ないかだよね、分かってた分かってた。喉がサクサ、あー、はいはいはい。エメラルド、ジエガントだよ。よいしょ、いやー、ワクワクすんな。なんか久しぶりにワクワクする。マルタは本当に壊れてるからちゃんと当てときたい。あ、ブルメリア、あ、あ、もっとお前運極だよ、もうすでに。ミソラさん、うん、ブルメリアあと1体で運極じゃん、95だから。まあただ艦隊分用意してるからあと3体必要だと思うけどね。いや2体か。いや楽しい楽しい、いやめっちゃ楽しい今日。これ出る気がする、首里だもん最初。ビリーザキットっていうね、あのステーキ屋さんが南行徳にあるんですけど、そこのハンバーグがめちゃくちゃうまい。南行に立ち寄った時はね、リコちゃんが80万円を落とした町南行に立ち寄った時にはぜひとも山田電機のさらに、向こう側にある、ビリーザキットというね、ステーキ屋さんにぜひ足を運んでみてください。ビリーザキットっていろんなとこにあるからね。まあ俺いつも言ってたのは南行だからさ。よいしょ、浦安で育った人間だから南行とか近かったの。マルコポーロか、なるほどな、ちょっと怖いな。40連してゼロは怖いな。でまあプルメディア出てるからな、何とも言えないんだよな。確定来たよ、そこは。来い、なあ、スキッティも一緒に出てる。プルメディアこれで100じゃない。だからあと1体で運極作れるわ、頼むわ。マジで本気で当てにいってる。
ぶっちゃけこれで当たんなかったら明日も引かないといけないと俺は思ってるよ。マジで怖いんだけど、マジで頼むって。ちょっと待って、喉やばい。てってって2回転しないか。ちょっとこのガチャはマジでさ残酷だよ。このタイミングで来んのは似てる。やめろよ。カラミティジェンだよお前は。似てんだよ一瞬配色が。来てくれない？来てくれない？どっち？やめてた。金髪の女っていう時点で似てるからやめてくれ。本当にマルタの進化前はお掃除してる頭にこうエプロンじゃなくてなんだっけあれ巻いてる女の子だね。金髪の、あっ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 、やばいやばい、来た、これ来た、すごい飛んだ。ランクが臭いんだから頼むよ。プルメリアさ、可愛いんだけどさ、お前じゃねえんだよ。おい、マルスもマルタも出ねえじゃねえかよ、お前。なんでプルメリアが俺のこと好きなの？確かに一番使えないよ、この中だったら。あの3体の中で強いてあげるんだったら、マルタが一番強くて、その次マルスで、そしてプルメリアだよ、順番的には。違う、あー違うから全然。これツッチョさんにもらったやつね。ビロリン、こねえな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 。やばい、100連で出ねえ。残り100連だよ、マジで頼むよ。もう一回だ、もう一回だ、もう一回だ。しないんかい、しないんかい。マジで頼む、マルタちゃん。あーちょっと違うね。あーはいはいはい、まあまあまあ、ここら辺はいいとして、まあ出てくれてありがとう。それはね伝えないといけないね。低確率の中出てくれてありがとうな。うん、武蔵坊弁慶。ああ正幸、あ待って、すごいあるぞ。ないね、正幸が、あの正幸がすごい最近俺のチャンネルへの出演率が高い。正幸、正幸なのに女なのね。マサユキって女いないよ普通に。これ女体化してない？さては、さては女体化してないかお前。知らないけどさ、この真田マサユキって人、俺ディスカス求めてたな一時期。またこれ罠じゃね、あれ、ちょっと待って、これ本当は確率アップしてないんじゃないの。おい、まさか。これまさか。俺は罠にかかったか、孔明の罠に。さすが食の者だ。ちげえよ、パンター G じゃねえよ。 G がつくから好きだけどさ。みんな、マルタは持ったか？持ったな！間違えた。かもね、雨。あー、なよっちゃんのー
の鈴木エリカ。まあ嬉しいな、もうあと1点嬉しい。今年最大の喜びだった今。まあ言っちゃったもん、びっくりして。おいおいおい、取り乱したな。取り乱し方だったら、レンレンと俺今並んでたよ。ああ、完全に並び散らかしてたよ。びっくりした。急に出るんだもん、やめて急に出んの。告知して、告知システム、一発告知して。あと1体。あ、古い。ベルベゴールの小豚ちゃん、古いなあ。あと40ね。ひどい。まあまあまあ、でもね、楽しい。今日のガチャはめちゃめちゃ楽しいし、多分引く人多いと思う。あと30年。まあでも1体当たったからとりあえずは御の字かな。ただめちゃくちゃ低い排出率。うん、いや排出率の問題じゃない、俺の問題なのかもしれないけど、痛い痛い、なのかもしれないけど、とにかくマルタとマルスは当たるね。爆死率やばくない？200連引いて変顔ばっかしてたら顔がぶっ壊れちゃうよ、疲れて。やめて、その爆笑くすんの。レッドスターズの時は何だったんだよ。ゲートね。あと20連あるよ、20連。よいしょ。かちゃん、ちょっと待ってくれよ。なんだよこの爆死率、半分ぐらい爆死してねえか俺。お前返せよ金、3万全部爆死させんじゃねえよ。おい呪われてんだろお前、本当に俺のやつどうなってんだ。マルタ最後に来い。マルター、マルスー。え、ちょっとびっくりするけど、最後に一戦でやめてくんねえかな。ビビり散らかしちゃった。取り乱し方はレンレンと並んじゃってるよやっぱり。まあいいや、とりあえず4体確保できたんで、プルメリアがひょっとしたら運極なのか。どのプルメリアだ、これか、これか。あ、運極ではないな、これ。あと1体や。うん、明日運極狙っちゃうが、だったら。てか、で最後にちょっとラックマックスしてない、ラックで、ここからちょっとごめんなさいね。マデリスクタイムでございます。たまにね、所持数にしてくれって話があるんだけどね、こんなになっちゃうんだよね、所持数にすると。うん、もうよくわからないんで。で、なんて言うんだろう、ラック順ではあるんだけど、ラック順で出てないというか、よくわかんないんだよ、これね。なんなんだろうね、これ。だからラック順にしかしないんだよ、俺は。うん、運極になったキャラクターは今回はいない。あ、で明日爆絶のライブあります、ドンと。はい、これもねちょっとライブでやっていこうかなと。これに関しては YouTube とミルダムでやっていこうと思います。で続きまして、その後21時からやらさせていただくのがこちら、ドン、桃鉄2020だね。うん、これギコちゃんと銀河流星さんとピャンミツさんとユンミさんでやろうと思っております。今回は銀河流星さんがこう場を作ってくれて、まあ、4人でやる形になっておるので、感謝感激でございます。楽しんでいこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。バイバイ。子供の頃胸張って答えてた、果てしなく大きかった夢、大人になるといつからか
口にしないのはなぜだろう。チャンスの神様は